さあ、ただの時刻は8時11分へと向かっているところです番組残りおよそ4分にして中継、紅葉中継が間に合いましたさあ、一体どこにたどり着いたのでしょうか伝えてもらいましょうそれでは中継先の森さんはい、えー、こちらは美濃市の親田神社です、えー、こちらの神社はですねいろはモミジですとかヤバモミジが神社一帯に植えられていて 神社のこういった建物と相まってすごく神秘的な世界観が楽しめる紅葉スポットとなっていますただ、まだ今はやはり少し早いかなといった感じでして木々はまだ緑色の部分が多いですしかし、ですねこちらの親田神社はあの事前に宮司さんにお話をお伺いすると下から上に色づきが移っていくということで 今、一番下の門の入り口のところはですね少しこういうふうに赤色に色づいている部分も楽しめる状態になっています、えー、先ほど、この中継始まる前に写真を撮られているお父さんにお会いしてお話をしたんですがあのその方、は毎年あの来られているそうなんですがあと3日か4日したら色づきが始めるんじゃないかなというふうにおっしゃっていました。 そしてまた、この小田神社ですが石段を上りながら上に上がっていき本殿に行くとこのもみじの葉が入った御朱印がこの期間あの購入できるということであのその辺りも楽しめるスポットとなっていますあのその御朱印についてはまた後日エリアトピックスでも紹介したいと思いますのでぜひそちらもお楽しみにしていただけたらなと思います。 え森さんありがとうございました。えあのまだこれからなんですね。関市とみの市少し移動しただけでこんなにも色付き具合が違うのかということも知ることができました。長年にわたり写真を撮っている方からあと3日4日待ったら色付き始めるんじゃないかという情報もいただけましたので、えぜひ皆さんまたこれから紅葉を楽しみにしっかり感染症対策をしながらえエリア内を過ごしてみてはいかがでしょうか。